7月12日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて386円83銭高い 16,000 飛び95円65銭と言っています。上昇率 2.4% でした。トピックスも 29.94 ポイント上昇し 1285.73 と、こちらも 2.4% の上昇でありました。新興市場も強含みでありました。マザーズ指数が 0.8% 高、日経ジャスダック平均が 0.7% 高となっています。日経平均トピックス 2% を超える上昇で大型株の強さは目立ちますが、新興市場も堅調、日経ジャスダック平均マザーズ指数ともプラス圏を維持しました。東京市場は全ての指数が上昇しました。日経平均株価のチャートをご覧いただきましょう。今日はこの緑色の線、25日線を終始上抜いての展開、終値ベースで 16,095 円ということで、ブレグジットがあった前の日、16,000 円台を最後に終値がつけたのがブレグジット前日6月23日ですが、その日以来約3週間ぶりに終値ベースで 6,000 円台を回復しています。日経平均昨日に続いて強い動きとなりました。上昇率 2.4% でありました。こちら相場を支えているのが、財政出動への期待ですとか、追加の金融緩和政策への期待といったところであります。参院選で与党が大勝したということで、安倍首相が早速財政出動、具体的なプランの検討を命じているですとか、またバーナンキ議長が今日は安倍首相と3時過ぎから首相官邸で会談しているということが伝わってきています。このあたりアベノミクスの仕切り直し、大規模な財政出動に加えて大胆な金融緩和というアベノミクスミックスの仕切り直しが動き出したと、そのあたりが相場を支えているようです。こうしたところを象徴するのがインフラ関連銘柄の強さであります。5195コマイハルテックという銘柄ですが、こちらは鉄鋼ですとか橋梁、橋ですね、橋の工事の大手であります。インフラ投資関連ということで、昨日このように大きな陽線をつけて25日線を回復、今日も買いの勢いが続いて、このように直近のレンジから上に離れるような動きを見せています。終値ベースでは 3.5% 高となっています。こうしたインフラ投資関連、工事関連の銘柄、今日は活気づいていました。同じように金融緩和関連では、証券セクターですとか金融セクターに資金が戻り始めています。こちら8697 JPX 日本取引所グループであります。アベノミクスがこれから再び巻き直し巻き返しになるかといったところで、金融株にも期待が集まっています。昨日この銘柄は25日線を回復、今日はさらに窓を開けて上の方まで買われるといった動きです。上昇率 7% と、かなり大きめの上昇でありました。ブレグジットで下げた分を今日で全て取り戻したというのがこの銘柄の動きです。一方でやや冴えなかったのが、前日まで先駆して上げていた、この弱い相場、参院選前の弱い相場の中で先駆して買われていた食品株などの一角は今日上昇一服であります。2802味の素のチャートです。もともとブレグジットがこの日に下げましたが、その後食品株ディフェンシブだということで注目を集めて、このように25日線を超えるような水準でこのところ株価推移していました。昨日は上げましたけども、さすがに先駆して上げていたということで、こちらの銘柄は今日上昇一服であります。ただ大幅安といったことではありませんで、 1% 程度の下落にとどまっています。売られたというよりは上昇が一服したといった表現の方が適切かもしれません。こうした食品株の一角は今日は上げ一服でありました。財政出動ですとか金融緩和への期待感から、東京市場は大幅な続伸となりました。日経平均は約3週間ぶりに1万6000を回復して終えています。以上、東証アローズよりお伝えしました。